皆さんこんにちは、2022年11月22日、神戸市民淡井圭介です。日付わかりますかね、光の角度でなんとか。まあ本日は淡井圭介より D について、お伝えしようかなと思います。他の部分でもね、ちょっといろいろ言ってるんですけども、 D について、まあ、およそのところ一番最初はヴァンパイアハンター D、 そしてそれは多分ね、 D はデイだと思うんですよ。だからそんなに強いヴァンパイアが襲ってくるんだったら、いつの日に襲ってくるのか知っていたなみたいな話から、多分ヴァンパイアハンター D だったと思うんですよ。これは僕の小学生ぐらいの時代の頃に出版された本で、はっきり言って最初の方は内容めちゃくちゃです本当に。で、真面目な人間が関わらなければならないみたいな話だったんですけども、まあその後僕が高校生ぐらいの頃にカプコンさんがヴァンパイアハンターというゲームを出したんですけども、主人公はね、ドミトリドノバン、なんか日本語でドノバンってこのそのドノバンに来るんですかみたいな、まあそういうふうなね、ちょっと面白い話混ざってるから、正直そのマッチョなんですけども筋肉ついてるんですけども、技の性能があまりよろしくなくて、他のキャラクターを使った方が本当は強いっていう、ちょっとね、最初からこれハンデありすぎるんじゃないかと。で、まあカプコンさんのそのストリートファイターがね、一番最初に弱中強のパンチと弱中強のキックがついてたんですよ。これを家庭用ゲーム機で行えっていう方がそもそも根本的に不可能で、正直ね、キングオブファイターズとか、鉄拳とか、ストリートファイターシリーズは、十字キーの6つのボタンでさせてもらわなかったら、我々消費者としても操作しようがないんです。あんなもん、コントローラーでできないんですよ、本当に。もしかしたらそこに自分の人生をかなりの時間を費やしてかけて頑張って操作できるようになった人はいらっしゃるかもしれません。だけどもそこ多分正直なかなか壊れるものじゃないし、僕一回十字キー型のコントローラープレイステーションかスーパーファミコンの頃に一回買ったことあるんですよ。だ持ったらわかるんですけども、あ軽いなって、中身大した基板なんかいらないんですよね。ボタン押した時にゴムのところの裏にまあ、銅かもしかしたら金使ってるかもしれませんけども、接触してるか接触してないかで押した時にそれで判定下されてるんですよね。で、ヴァンパイアハンターで言うと、だからちょっと面白い部分絶対入ってるんですよね。ジャックの攻撃でみんな気づくでしょ軽く打ってるなって。だからね、頭の中の話はなし。女性の、ヴァンパイア設定なのか何なのかよくわかんない森が森がガンっていう、それ、多分顔の方だと思うんですよね。で、心当たりあるっちゃあるで、深田恭子とか、そういう話で、結局みんな連結させるからとか、まあ、ゼオライマーの話でとか、もう話聞いていて全然みんなわかんないと思うんですけども、そこまで昔の話のアニメ持ち出されたら、僕もそれ見てなかった方なんで、スーパーロボット対戦でやっと気がついた方なんですね。ゼオライマーっていうキャラクターが、アニメが出てきて、アニメのロボットが出てきて、で、モリガンが、みんな子供の頃言ったことありません。髪の毛くらいで、みたいな形で。だから弱の攻撃が髪の毛で攻撃してるでしょ。効くわけないんですよ、そんな攻撃。まあ、よっぽどのことで。それから先ね、僕言うも嫌なんですよ。それ言ってしまったら自分も、風とかに巻き入れてみたいな形があるんで、まあ、そこはみんなご想像にお任せするんですけども、まあね、そういったいろんな話がジョジョの奇妙な冒険の頃からありまして、
あのね、ことの辺も本当のこと言うと、今日もこう面白い話の方で、ちょっとくくっておきますので、どこかに真面目な話のうちの、まあ、9割真面目で1割どっか面白い部分がなかった。多分みんな無理だと思うんですよ。人生何のために生まれてきたのか分かんなくなっちゃいますから。北斗の拳もね、あたたたたって最初の方言ってたでしょ。あれ、相手の方が、あいたたたたたのはずなんですよ。それを、和田香港が変換されてないうち、未来の方で中国と友好関係結ばれてる。いや、違う。それは、田中角栄さんぐらいの頃に、そのもっと前の世代の人たちから、まあ、中国との友好関係を本当は結ぼうとしていたんです。で、それがより広まったのが、結局僕通して広まって、いろんな業界と、あ、やっぱり彼かということで、淡井圭介と。まあ、これがなかなか、まあ、本州でなかなか存在しない名前でしたんでね、まあ、大体クラスでね、大体座席一番前でした。まあね、そういう部分等々があって、ブルース・リーさんなんですよね、香港の。当時、ものすごく有名だったんです。まあ、私も後から知った方です。僕が生まれる前ぐらいから、香港映画で活躍されていて、まあ、なんとか中国の方にマーケティングをこう行って、人口あちらも多いでしょ。で、まあ、その時の為替相場は低かったとしても、翻訳つけて売りやな。もう作った映画だから、あとは翻訳頑張ったらしまいですから。で、あと日本とか台湾の方とか、昔からのつながりでなんとか映画館での上映まで話こぎつけたら、一本の映画で結構な売り上げ出るでしょう。だからそれなかったら、香港もなかなかみたいな形で、まあ、為替相場追い上げちゃったけども、後から上がったら上がったでどうしましょうの話になっちゃうんですけども。まあ、だから、まあ映画業界で言うと、ジャッキー・チェーン、という方がいらっしゃいますけども、もうご年配の方ですけども、スタントマンなしとかで結構危ないシーンをされていて、やっぱり骨折したり、意識なくなったりとか、映画業界はね、あんまり無茶なことはしない方がいいですよ、本当に危険なことは。人命的にも、その痛さ云々とかにも、みんなの税金の部分でも、保険使われるでしょ。健康保険か、国民健康保険か、どちらか使われるでしょ。そんなにしょっちゅう怪我されても困るっちゃ困るんですよ。そこんとこ分かってくださいみたいなところあるんですよね。だから昔のね、日本の映画も、あれは何電車かわかんないんですけども、不良漫画が映画化されて、で、本当に電車の、扉開けたまま、蹴られて、橋から落下する高さが、これ15メートルか20メートル、本当にあるやろうっていうのを、本当に人間が行ってるんですよ。あれ、合成グラフィックとかじゃなくて、その当時の人たち。だから、ものすごく危険なことをしてたんです。だから、中にはお亡くなりになってる方たちいらっしゃるんですよ。で、サンダーボールっていうおかしな競技があって、もう見かけなくなったでしょ。多分あれ裁判で判決出てるはずなんですよ。もうこんな危険なことやめなさいっていうことで。直径がまあ5メートルから7メートルから、まあもしかしたら大きいのは10メートル、あれも大きさいろいろあるんですよ。ややこしいことに。網目状の鉄格子みたいなところで、そのモトクロスのバイクがね、3台ぐらいこう、お互い同時に走り合うんですよ。それをうまーくお互いぶつからないでぐるぐる回るんですけども、それフルーツラパークでも、僕は二十歳前後の頃に、なんか知らないけど、上の方で話決まっちゃって、現場で出てきちゃった方なんです。で、案の定、やっぱりぶつかったんですよ。だから遅かれ早かれで、プロテクターつけようがつけまいが、そんなことしたって。目回るでしょ。わかるでしょそれぐらい。こっちもそんなことで経費使っとられへんからって。ちょっと課長あたりで連れてきて、って。ここもどうせ行政が作った話になるからって。もう。
神戸市役所の人呼んでこなあかんで、課長以上は上級か公務員一級の試験合格してるはずだからその人連れてきた方がええ言うて、こっちもお金払う気ないでってその一言ではいおしまいってなって、その人たちの一人ぐらいは多分バーベキューコーナーに混ざって働いていたと思われるんですよね。よくわかんないんですよ、その人そのバーベキューコーナーに通勤していた時にモトクロスのバイク乗ってたから多分その人だろうなと。でサッカーの勝ち負けで足つったりとかあるんですよ、あれ本当に。だから僕勝ち負けするの嫌だったりありますし、それちゃんと選手負担にしてもらえなかったら、そのただしそれ元辿っていったらね、老人が原因なのか、マッサージ師の嫌がらせの痛くマッサージするやつあるでしょう、あれが原因なのかよくわかんないんですよ。だって僕スポーツの勝ち負けでヴィッセル神戸を上位に持って行かせるときに、僕ね100発100中でその日足つってるんですよ。絶対ないですって、その神がかり的な力とその科学の融合でもうむちゃくちゃなことが起きてるんで、でその人が先輩だったんですよ年齢的に。でモトクロスの人ね、神戸市のホテルフルーツラパークでサンダーボールしちゃった人でこの間じゃない、もうかれこれもう何年か5年以上前になるかな、その小川の近くのちょっと急な坂下ったところ、交差点歩いた後の自転車置き場を通り過ぎた後の急な坂のところで十字路になってるところで、そこでモトクロス見かけたんです。そしたら足ブンブンか振り回していて、もしかしたら運転手足つってる方かもしれないんで、本当にそういう現実があるから、みんな本当に二輪乗るんやめた方がいいと。日本では二輪車っていうことになってるんです。その一言で小型から原付から大型まで全てくくられるから、もうわかるでしょ。スーパーブラックバードっていう大型のバイクは、ちょうど僕はフルーツやパーク勤務時の時に、どこの誰からどういう風な許可を聞きつけてきたのか、ホンダ販売しちゃったんですよ。時速300キロ以上本当に出るんですよ。そんなもん走らせたらどうなるかぐらいわかるでしょう、本当に。ポルシェ走った時にみんなわかったはずなんですよ、交通事故の映像で。前ね、前方走ってる、止まってたのが走ってた車が、コンテナ車なんですよ。いわゆるトレーナーってやつですよ。めちゃくちゃ大きい大型の車ですよ。ね、大型車。10トントラックと、これどちらが重いんだろうの世界なんですよ。これコンテナ車、化石材料何キロかな、何トンかなっていうのがあるんですけど、化石材っていうのは、重量オーバーのことですよ。多く化石積んでるんじゃないですかね。それも積みすぎたら。ほんと。化石サインになるから、化石も重いっちゃ重いんですよ。石化されてるから。メデューサは、魔法にかかってしまったんちゃうかとか。ふざけ出したらね、休憩時間にいろんなこと言い出したら、このまま現場大丈夫っていう話になってくるんですけども、ちょっとこれもね、皆さん仕事終わったぐらいに見てください。帰りのね、電車の中とか座れてる余裕のある時や。ある程度揺れたら、あんまり面白い話聞いて笑ってたら、足こう一歩こう二歩動かなかったら、踏ん張り効かない時あるでしょ、普通の時でも。いろいろあるんでね、ちょっと真面目な話も混ぜながらじゃないと、面白いすぎる話はちょっと危険なんで、呼びかけてる方なんですけども。ジョジョの奇妙な冒険を書かれた人が、バオー来訪者っていう漫画を先に書いてるんですね。荒木さん。多分、先祖代々でも引き継がれた方なのか、現在のご年齢は僕が小学生の頃か、幼稚園か保育園、僕保育園から幼稚園に転園してるんですよ。ややこしいでしょ、もうそっからして。で、その方が早く帰れるからみたいなところがあったんですけど、家の目の前だし、幼稚園の方がっていう。そういう部分等々あって、そうだったんですけども、それぐらいの頃にね、描かれた作品で、そのバオっていう名前を、ジョジョの奇妙な冒険で、一部二部が、一部と三部が、いわゆるラストボスと呼ばれてるキャラクター、リオ。その頃、原付きが、
そのちょっと後かその前ぐらいかに、あのライブディオとかディオっていう原付がやっぱりホンダあたりから売られてるんですよね。黒い車体で、であの黒物家電とか白物家電ってあるでしょ。その辺のところでテレビでもニュースいっぱい言っちゃったから黒物家電になっちゃってるんで、本当のことばっかりで物事を進めて白物家電にしてほしいんですよ。白黒はっきりつける言葉が混ざったらどうなるか分かんないんです。本当に人の動きから何から何まで、誰が電波にアクセスされてどう動くかなんか分かんないですから。本当に天の神様の手のひらの上っていう部分もありますしね。それがね、ゲーム業界とまだ結びつくんですけども、昔から僕もコラボ派なんですけども、正式名称はコラボレーションですよ。まあお互いの協力で何とかして、まあ進めましょうという、まあそういうふうな物事なんですけども、そこでね、後から、まあ、ストリートファイターも、まあ格闘技系のゲームなんですけども、後から参入してきたのが、ネオジオとかを作ってきた、何でしたっけね、キングオブファイターズとかを作った、NSK かな ?NSK。まるで NHK みたいな名前で出してきて、もうその頃家庭用ゲーム機をもう無理やり、もうそろそろソニーのプレイステーションが登場する頃で、DVD ロムを使い始めたのかな、ソニーのプレイステーションで。それまでに PC エンジンとか、セガはセガで、セガのメガドライブとか、いろんなのが出てきて、任天堂さんも、ちょっと競争相手が多すぎる、勘弁しての方だったんですよ。で、スーパーファミコンで何とかして、まあ、スクエア、エニックスとかがついていましたから、カプコンも。だけども、わかります？大手家電メーカー、そんな大きなメーカーが乗り込んでこられて、DVD みたいな高性能のもの持ってこられたら、低価格とゴミの体積の話で、ソフトメーカーついていっちゃうから、任天堂が一気に赤字に転落したんです。で、SD メモリーカードでゴミの体積を減らす話とかで、Nintendo DS シリーズとかで、なんとか持ちこたえようとしたんですけども、家庭用ゲーム機の方のゲームキューブとか、Nintendo 64かな、あと、他にも何かあったような気がするんですけど、もう僕も調査しきれません。そんなに家庭用ゲーム機増やされても、消費者の方が追いつきませんから。まあ、そのね、そのキングオブファイターズとか作ったそのネオジオのその NSK さんも倒産した方なんですよ、確か。もしかしたら私の間違いかもしれませんけども、あんまり嘘まじりの情報をテレビで放送されると僕もわけわかんなくなるんですよ。で、多分ね、ソフトの作りすぎだったり、その時にネオジオの本体とソフトの価格はですよ、ソフトの価格が平気で2万円超えたりしてるんですよ。そんなことされたら誰も買わないって言って、で、一応ネオジオさんも、それじゃネオジオじゃない SNK さんも、家庭用ゲーム機の名前がネオジオだから、ついついネオジオって言っちゃうんですよ。ガンダムのジオがネオジオっていう形で、そこも話つながっちゃうんですよ。ゼータガンダムで、ラスボスがもう、ラスボス、シロッコっていう人がいたんですけども、キャラクターでね、木星帰りだのなんだのっていう、もうそこからしてややこしい話なんですけど、いけるわけないやろ、そんなところで住んどれるわけないやろって話になるんですけども、多分ガスを採掘してきましたって、あんまり採掘したら天体がどうなるかわかんないだろうっていうことで、バンプオブチキンという、怖がらないで、その地球の体積が減ってる、重量が減ってるかどうかわかんない。石油とか天然ガスとか消費してるから、人間の人口も僕の小学生の頃と比べて倍増して、牛さん、豚さん、鶏さんは確実に微増してるんです。ね。で、日本も頑張ってアフガニスタンを緑化したりして、木、重たいんです。本当に。30センチ超えてる丸太なんて、あんなのトン超えますよ。本当に大きいもの。本当に。持ち上げれません。ちょっとやそっとじゃ。力持ちの人だって10人ぐらい集まらなきゃ本当に無理ですから。それでもあんまり長い間持ってられない。そんなのトン超えられたら。で、だ
から本当のところ地球の重量どうなってるんですかとか、本当に何問題で温暖化してるのか、正直僕も神がかり的な力とか笑い飛ばしたりとかして天気晴れとかにしてる方ですから、いろいろつながったりとかいろいろあるんですよ。だから何問題で本当に温暖化した方がいいのか悪いのか、正直それ時期ありますよねって。サッカーの試合見たらわかるでしょ。日本晴れてて反対の自国のオーストラリアの方で雨降ってるでしょ。でちゃんと優しい雨になってるでしょ。植物育つでしょ。で雨降んなかったら降んなかったで困るんですよ。飲み水足らなくなったりとかして、昔本当に日本でも断水とかあったんです。本当にダムの数が少なくて、後からなんか頑張ってダム作った本なんですよ。わかります？ユナイテッドキングダムってこう王からの指令でダム作んなきゃ水足んなくなったらどうしようもなんないでしょうって。本当に水なくなったらみんな水道の蛇口から水出なくなったらみんなパニックですよ。本当にそれだけで給水車でどうにかなりそうな話なのか、どうにかならなさそうな話なのか、みんなもうわかるでしょうっていう。でこちらも日本、僕がまだ生まれたかどうかぐらいの頃ですよ。ガンダムがもう放送されてたということは、僕は多分生まれる前から作られた、まあ鉄砲よりも本当ダムっていう、よしそこまで分かってるんなら全国放送アニメ化許しましょうって、まあこういう話なんですよ。そこから真面目な人たちの話をくっつけていって、ガンダムも成長していった方なんですよ。だからゼータガンダムで木星帰りでガスをどうせ足らなくなるからいいことしてきたはずなのに白っ子が悪者になってる。どうしよう。本当は宇宙まで行く前に、さっき自然再生可能エネルギーで地上を制覇してからじゃないと宇宙になんか飛び立っちゃなんないって、その話しっかりと、本当はガンダムの話で固定されてるから、ダブルオーガンダムもほらね、ピラー、機動エベレーター僕が小学生の頃にもういなくなっちゃいましたけども、テレビ朝日の報道ステーションに出ていた古舘伊知郎さんのそのサブアシスタントを行っていたアナウンサーが川野明子で、僕と同い年か向こうの方が1個年なのか年下なのかな、メメントモリっていう、僕も旅行ブロックで子供の頃旅行ブロックを買っちゃった方なんですよ。おねだりしてお正月に。でそれがメメントモリっていう宇宙要塞だったんですけど、ちっちゃいですよ。価格はね、1万円は絶対しなかったと思います。5000円以下か、まあそれぐらいの範囲内だったと思います。あんまりレゴばっかりにお金を投入していくと、どんどん大きくなっていって、いろいろつなげていったりできちゃうから。まあ、ゴミ問題の話を広げられたらね、その頃僕は子供の頃は超合金とか、合体ロボット系のアニメが多かったんです。で、それを子供が親におねだりして、クリスマスとかに買ってもらってた方なんですよ。トランスフォーマーとか。で、どこからどこまで本当なのかわかんないですけども、先にアメリカで放送されてたはずなんですよ、トランスフォーマー。で、再放送までするでしょう。そしたら、アメリカでももうあんまり相手されないから、日本の方でその特許買った方かもしれないんですよ。その頃高度成長期で、一応 GDP 世界第2位で、為替相場円高だったでしょう。だから円高の時には円高の時で行うべき行動ってあるんですよ。特許を買い漁ったりするんです。で、スーパーロボット対戦とかのオリジナルキャラクターとされてるキャラクターも、もともと僕は小学生の頃に駄菓子屋さんで見かけたんですよ。僕が高校生ぐらいの頃のスーパーロボット対戦の、まあちょっと SD 化じゃなくてリアルロボット化されたもののシリーズで SRX って出てきてましたけども、少なくともあのロボット、駄菓子屋さんで見かけたことあるんですよ、本当に。だからそんなものを作っても売れへんからって、大したお金にならないからって。これね、電波糖質を、石油もそうなんですけども、1リットルでも埋蔵量あったら、あるってコンピューター返答しますからね。だから電波の世界のその話絶対無理ですから、人間同士で正しい知識で話し合いしなかったら本当に無理なんです。もう一度話戻しますけども、ゲームの話ね、ヴァンパイアハンター D からかなりかけ離れた話で、結局ワンピースの D の世界にちょっと封印しようと、ほっとっても多分どこかで D 出てくるかもしれんから、みんな D にご注意よみたいな話だったの。それコンピューターが言う時ありましたから、本当にダイエーのレジとかで、ワールドヒーローズっていうゲームで
馬王来訪者のキャラクターをしてるのに見かけ、それも金属化されてるんですよ、完全に。完全にメタル化されてるんですけども、液体化もしてるんですよね。そこのとこ日本も、譲れない部分あるんですよ。何とって言うと、タイタニックじゃないです。あれです。ターミネーターです。ターミネーター2の、液体化してくる、未来から送られてくるロボットあるでしょ。先に実は仮面ライダーで液体化してるんですよ、仮面ライダーが。柔軟性のあった方が勝ちとかなんかそんな話で液体化してるんですよ。それ元をたどっていくと、スライムも確かドラゴンクエスト3でメタルスライムまだ硬いままだけれども、あれはぐれメタルで液化してるなぁ。さて、それぐらいの頃から仮面ライダーブラックからだ、ブラックという作品の中の延長線上に液化したキャラクターの仮面ライダーがしっかりとロボット化した黄金化されたものと、あの辺に金メダル取れるか取れないかのヒントがあったと、まあ結局そういうことになってるんですけども、いいですか、ルール法律から離れたら簡単に負けますからね、本当に。そういう仕組み分かってないと、人間からの法律の指令がかかったらね、この間の日本シリーズしっかりと僕は介入しましたね。ヤクルトの小川選手が僕はね、球団の所有でヤクルトスワローズが神宮スタジオを持ちなさいと、いいですか、神社とか神社庁っていうのがあるんです。その中に、いいですか、お墓の当番をされてる公務員の方たちがいらっしゃるんです。本当に。増やしていく話なんか経済的にも絶対に無理なんです。そんなもの恐れ多くて後の世代も解体工事しにくいんです。で、本当のことしっかり言っておきますけども、お墓の下に骨なんかありません。しっかりと公務員の方も言っています。言っているんですけど、テレビ見ていたらみんなわけわかんなくなるんです。で、そんなところ、骨ありません。山の中が海に散骨が、これは国のルールで定めているんです。そこを守ってください、しっかりと。本当に。古墳見て勘違いしちゃダメですよっていう話なんです。で、ワールドシリーズ、ワールドヒーローズっていうキャラクターの中に、パイデーなんとかキッドっていう、また漫画でなんとかキッドかな、キャプテンキッドっていう漫画は昔あったみたいで、どうやら僕も古本で一回買って目を通した方なんですけど、昔の漫画めちゃくちゃです。本当にこんなもん売ったらあかんやろっていうような内容とかあるんです。本当にこれ少年誌なのっていう、いや大人の世界でもそれちょっと本当は取り締まりたいから、大人が本当におバカさんになっちゃうから、そこからパイレーツ・オブ・カリビアンっていう映画が、ワールド・ヒーローズっていうゲームでね、シャーク・アッパーとか、シャーク・なんとかとか、あと、まあ、こう、なんか手をこう振った時にね、こう、船が走っていくっていう。これぐらい便利だったらっていう、風を吹かしたらあれぐらいできるんちゃうかと、イギリスのボートレース見たらわかるわって、ヨットをね、ちゃんと帆船でって、あれもすごい揺れるから危険っちゃ危険なんですよ。本当にあんな時に台風と遭遇しても助かるか助からないか、そんな危険なレース今時やめなさいっていう話にもなりかねないんですよ。しかし考えすぎると、ある程度人間の方で天気コントロールできるし、コンピューターと共同を行えばかなりの精度で、それ行った時面白い話混ぜ込んだら晴れるっちゃ晴れるでしょ。であとで雨降らなかったら降らなかったで困っちゃうんですけども、ダムの水の水位が下がりすぎて、で、まあ、途中にしても河川水門開閉式ダム発電作んなきゃなんないんですけども、それで発電もできますから。で、ついでに腐らないものだったら、あのままの勢いで運搬してもらったらええんちゃいますって。で、あのレースの本当の順位の付け方は、たくさん物を運搬できたどうかで決めません、ポイントをって。1トンだったら100ポイント。50キログラムだったら、50ポイントっていう形で、本当に1位になったかどうかが正解なんじゃなくて、そこもね、日数の計算を混ぜ込んで、
早かったら1週間で、まあまあ、1週間じゃ無理、あの距離は。あの、まあこれ、まあ、もうこれ言い出したらきりないんですけど、どのレースのことだろうの話になるから、それによって国と国との、あの、距離変わってきますから、一つの国同士で距離が 1000km を超えるんだったら、30日以内であれば、1位が、100ポイント。1ヶ月を、1日超えるごとに5ポイント減っていくと。本当はそれが正しいレースなんですけども、あのもう誰か死んだらもうそのレースなし、本当に。そんな怖い話に付き合いきれませんから。ね。あの、お亡くなりになる人の話を誘導したことになっちゃうかもしれないでしょ。僕もそんなことで訴訟されたら嫌ですから、そこしっかりと断っておきます。これが証言ですから。ね。ラリーっていう言葉は、ラリってるラリってるっていう言葉、本当にシンナーなんか吸ってるアホいません、本当に。そんなやついませんよ。あれ、本当はゴミ量、ゴミの問題量でプラモ作ってる人への警告だったんですよ。そんなものを作り始めたら後で燃やさなあかんやろうと。どれだけ臭い匂い出るか分かってるっていう話で、それ燃やすのに燃料がいるでしょうっていう話で、結局そういう話が混ぜ込まれてるんですよ。塗装とかするでしょ君たちがっていう話で、最初からもう販売するときに色つけといたらええんちゃうかって言えるのがめちゃくちゃなってる。指が色ついてる、それ塗装で、女性が何をカバーを落としたのか間違えたのか、余ってた塗装の塗料を塗り始めたのはマニキュア、もともとは多分そうだと思います。もともと無色透明の爪色が一番綺麗なと、あの爪の色です。本当にそこ分かんなくなっちゃうんですよ。本当にみんなで化粧品屋さんを集団訴訟して海洋基本法でできるっちゃできるんです。それも本当にお魚さんが綺麗に食べれる方が絶対優先順位は上ですから。まあちょっとお堅い話を混ぜ込んでおきましたけども、結局、ワールドヒーローズ、女子の奇妙な冒険の作者を荒木さんチームに、その、著作権料を買ってしまって、会社の方が、今更、後から、カプコンとかセガが、鉄拳シリーズとかを出して、そこを分けてたんですよ、住み分けが。まあ、2D に、まあ、3D 化のアニメーションをストリートファイター0で、もう僕の方が、どうぞと。どうせ先に、どっかの国に先越されたら、後で負けますよ、ということで、カプコン、進みました。で、もう僕の学校の方に話もう来てたんですよ。中学生の頃から、ジョジョの奇妙な冒険で学校の先生が突然漫画の話をし始めたんですよ。ザ・ワールドっていう話で、あの、なるほどザ・ワールドっていう番組があったんです、テレビで。急に真面目な話を言われても視聴者も止まるっていう意味でね。で、学校でも勉強中に漫画の方の話を始めても、いきなり言われてもみんな鉛筆止まるんですよ。指の動きが。わかります?時が止まるっていう。その話を僕4組だったんですけども、中学3年生の頃、小林学級のもうどうせ探しようないですから、どうせ。そんなことの調査にみんなお金費やしてられませんから。あの、小林先生っていう先生がいたんです。3組の方に男性の教師で。で、そこでクラスでみんな、あの、思いっきり笑ってるんですよ、ゲラゲラって。ゲラゲラっていうのは、もともと漫画描く時のゲラっていう、なんかあったらしいんですよ。方法、手法が今もコンピューター使って書いたりするらしいですから、それもどこからどこまでか僕もよくわかんないんですよ。手書きの方が上なのかどうなのか、経費やあのエネルギーの節約の話が混ざり込んだら、本当に気合の、あの入った作者の人が手書きで書いた方は、綺麗に書ける時とかもあるんです。だからどちらが上なのか、これ僕もよくわかんないんです。現場見ないと。で、出来上がってから現場見ないとわかんないんですよ。そこへ僕の時間軸、あの、こういう笑い話の時の話を混ぜ込むはなしですって。本当に歪んだ線とかになっちゃったり、キャラクターの顔見たらわかるでしょ。バキシリーズとかでもちゃんと変な顔になってる。
しっかりとでもそれ通用するって言ったらある意味正しいんですよ。人間も顔変なことしてたら変な顔になってきたり、礼儀の話に混ぜ込まれたら寝転んで漫画見たり iPad 広げてるだけで顔取られるっちゃ取られるんですよ。顔変えられるんですよ、ゲームしてるだけで。なんて厳しいゲームをって、あれほどルールは法律だと言ったのにってね、僕も法律で対抗するんですけども、法律の中に法律以外のルールを作ってはならないという法律があるんです。だから現行法規とか現代日本法規とかもこれも一時期合体させましたからね、僕の方で二重行政になってるっていう話ね。わかります、このハイレベルの話。大倉山の図書館、現代法規と現代日本法規を合わせた現行日本法規っていう、もう何がないやら、僕ももうその時メモしなかったら僕もよく分かんなくなっちゃうんですけども、やっと一体化されたかと、どうせそれも2冊置かなあかんからそこの人口規模だったらとか、そういう話になるんですけども、ベルシステム24という名前は神戸市民が、各都道府県のうちに24都道府県よりも神戸市民の数の方が多いんです。本当に阪神淡路大震災で一回ちょっとその部分変わっちゃったんですけども、140何万人台に各違う市とかに逃げたりしましたから、移動したりと、まあ、各都道府県の人たちもいらっしゃいます。それ事実なんです。で、ジョジョの奇妙な冒険、それもウィリリリの話とサンダーボールの話あるでしょ。その前にモトクロスで、これね、昔阪急電車が南海ホークスとかを持っていたんだと思うんですよ。西宮北球場っていうところがあって、面倒見きれんって、近鉄バッファローズはあるわね、オリックスが、私が小学生ぐらいの頃、オリックスバッファローズは神戸市にできるでしょ。で、後で、オリックスと近鉄バッファローズ合併してもらって、ちょっと東北の方でなんとかって、これ無理あるからって、関西にこんなに兵庫県と大阪で2球団ずつって、本当にこんな話、絶対無理、みんなの税金使ってっていう話で、で、まあ、大英だったらなんとかなるだろうっていうことで、本当はスーパーマーケットの方が変に参入されなかったら、売り上げ上がるんです。みんなが買いに来てくれるから、食料品買わなかったらみんな死ぬでしょ。だから売り上げ、本当はスーパーマーケットの方が、本当はね、テレビ局よりももしかしたら上かもしれないんですよ。本当に。そこみんなテレビ見たら勘違いしちゃうんです。著作権料とかの、一時ものの、利益を見つけてしまって。で、スーパーマーケットも変に、過剰競争が始まって、コンビニエンスストアとかも約束守らなかったんです、コンビニエンスストアが。いいですか？セブンイレブン、7時から11時までですよって。夜中になんか開けてたら夜中に歩き回る奴らが出てくるから、しっかりと7時から11時までにしときなさいやと。そこ、覚悟を持って生活してもらわなきゃなんないからと。昼間にしっかりと食料買いに行かなきゃなんないですよっていうルール。そのお堅いルール守んなかったら、たむろが今度夜に始まるからと。うるさくてかなわんと。そんなことでいちいち警察を呼び出せなきゃなんない。で、警察官もそれ叱りに行かなきゃなんないんです。本当に。もうええ加減にしとけよ。何度目だと。本当に。で、行政の方から行政に電話できますからね。公正取引委員会。民事も刑事もできますよと。本当に。これ本当の話ですから。まあそういう風な話でね。コンビニ業界が、はい、約束守りませんでした。の話で、ローソンと競争みたいな話になっちゃったんですよ。で、そこに、深夜でトラックで頑張ってる人たち、食料買い忘れたりする人たちいるけど、どうしましょうと。どこかここぐらい物流センターの近くぐらいのコンビニエンスストアは、まあ24時間営業。ただしそれ、牛丼屋とかも押してしまってどうなったかって言ったら、トラブル発生して、強盗事件、本当に日本でありましたよと。いやいや、それ窃盗じゃない、強盗。凶悪行為を行って素手でもお金盗んだ、それ強盗。間違ったらあかん、そんなに法律。本当に。人間そこまで間違えたらあかん、本当に。その生活法があんのに、人のお金なんか盗まなくていい。そこはもう恥じゃないから、しょうがないから、仕事の絶対数見たら。それわかるから、本当は。あとは節約生活踏ん張ったらいいだけ。だから窃盗なんか絶対しちゃダメ。スーパーマーケットでも。で、結局、僕もね、SNS、
SNK さんもずっと赤字続きなんだったら、これ無理あるから、サウジアラビアの方に買い取ってもらえませんかって言って、一応娯楽の分野参入しときますって、これね、どういうことかって言ったら、よその国からね、ゲーム業界も今は中国もあるし、ヨーロッパもあるっちゃあるんです。フランスとか、しっかりと経済が成り立つところはね。で、これね、自分の国でまず市場規模を確保してなかったら、正直ゲーム業界も難しい部分があると。そこの国の、売り上げ、まあ、要するにデフォルトするかしないとか、個人の金融資産がどうとかこうとか、消費税は何パーセントとか、サウジアラビアは噂では消費税はないと聞いたんですね。テレビの放送なんですけども、あんなに嘘放送されたら、もう僕も噂でしかとかしか言えないんですよ、本当に。そこで僕は間違ったら、あの人をもう嘘言ってるとか言われたら、もう僕も追い詰められますから、そこちょっと皆さんご理解してください。その辺許してください。もう本当にこんなに嘘マジの世界だったら、僕も、六法全書も、そんなにもう自分の国だって法改正あるのに手回んないんですよ、他国の言葉まで。言語もそうですけど、六法全書の言葉なんか、訳せます？それ本当に語学大学までたどり着いた人じゃないと無理でしょう。で、中国の語学大学って一応神戸にあったような気がするんですよ。だから中国ともなんとか仲良くしていけるんですよ。で、中国も本当の話すると、その大阪ヒルトンホテルのキッチンの方のコックさんの料理長が、中国系の方で、今でもご存命なのかどうかわかんないですけども、父さんというお名前の方で、私が21歳から22歳の頃に勤務してた時の方です。で、もうその当時から白髪混じりですよ。で、ある程度の年齢じゃなかったら、そんな料理長なんか行っても、他の人たちが先輩だったら、難しいでしょう、業務。ね、それあるんですよ、事実として先輩後輩が。で、その人もテレビに出てらっしゃいました。ね、売り上げがものすごいから、立地条件。JR 大阪駅前の方は立地条件整ってるんです。それからちょっと離れたホテルの方が不利っちゃ不利なんですよ。歩く距離伸びますから。わかります？その単純な話。そこ分かってもらわなかったら飲食業の難しさ。店開く前にみんな分かってもらえないんですよ。で、人口は縮小してるから、店開いちゃダメ。岡間の駅前の近くに、福波さんももともと議員さんになられた方だから、もう名前隠しちゃダメな方なので、でも議員多分降りられてる方だから、もうあんまり責めちゃダメなんですけども、そこの、桃太郎っていう焼肉屋がオープンしたんですけども、ストリートファイターの豪気の春国殺家のよ。もう3年ぐらいしか、もう5年持ちこたえたかな、どうかなぐらいで、もうなくなりました。無理ですから。焼肉屋さんもともとあります。あるのにそんなに、すぐそこの田尾寺駅の近くにまで焼肉屋さんオープンしてるのに、もうどちらか先は僕ももうわかんないですよ、本当に。そんなこといちいちメモしてられませんから。もともと言いますよ。スーパーマーケットで美味しいタレが出た時点で、みんなスーパーマーケットでお肉買って食べた方が安いことに気づいてますから。その時点で無理なんですって。本当に。だから、その後に、串カツ屋さんが、桃太郎さんが閉じられた後に、串カツ屋さんが出来上がっちゃったんですよ。で、それ行政の人が許可出しちゃってるでしょ。本当は串カツ屋さん、岡場の駅近くの、有馬街道の延長線上の道路のところの、有野台への、十字路の交差点のところにトヨタがあるでしょう。元は緑電化で、その辺のところは私の方で整理整頓させてもらったんですけども、イオンさんが間違って5階に家電製品売り場を作っちゃったんですよ。せっかく上司さん一つに整えたのに。で、そこ、関西のメーカー同士で、緑天下と上信が戦っても本当にしょうがないですから。だから、まあ、電気自動車はある程度のところで進めなきゃならない部分があったから、資金的に余裕のある、まあ、トヨタさんの方で緑天下の方から、まあ、土地買ったりとか、まあ、そういう話で何とかしてもらえませんかって、その裏手の方に串カツ屋さんあるんです。で、そこがなかなか見つかんないんですよ。僕もあること忘れてた方なんですね。で、そこで串カツ屋さん出したところで、スーパーマーケットとか卸先なかったら、
持ちこたえられないんです。本当にしっかりとした賃金とか返済できなくなっちゃうんです、店出した人の方が。で、行政の許可出してしまった人が髪の毛染めてそこで働いていたりとか、僕見ちゃったんです。本当にそこのイナーランキングっていうところ、そこにもう大臣までなった人絶対関わっちゃダメですよ。何させられるか本当に分かりませんから。本当のマネーゲームってびっくりしますよ。公務員とか行政まで上がっていた人で、許可出してしまった人で、もう年金とかたくさん金額もらえるようになった人が無料でボランティアでね、日空だったかな、どちらの方か忘れましたけども、倒産した時に飛行機会社倒産してるんです。そこの経営者社長がボランティアで社長されてたんです。私が行いますって、私もそれに関わった方ですしって潔くね、そこは男らしく堂々と、はあ、最後真面目な話になっちゃってましたけども、多分それの方がいいと思うんですよ。そうじゃなかったらゲームも今時ある程度競争の原理あるから、真面目な状態じゃなかったら間違えちゃうんですよ。会話とかも本当にボケて、相手のことが悪いって思い込んじゃうんです。それあるんです。だからちょっと真面目な話で収めました。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。河合圭介より面白い話です。